1973年の野球においてメジャーリーグベースボール優勝決定戦の第70回ワールドシリーズは10月13日から21日にかけて計7試合が開催された。その結果、オークランドアスレチックスがニューヨークメッツを4勝3敗で下し2年連続7回目の優勝を果たした。両チームの対戦はシリーズ史上初めて。 アスレチックスのシリーズ連覇は1961年1962年のニューヨークヤンキース以来11年ぶりであり、また球団市場では1910年1911年と1929年1930年に、ついで3度目の達成だった。しかしシリーズ終了直後、監督のディック・ウィリアムズがオーナー兼 GM のチャーリー・オーフィンリーとの不和から、 契約を1年残して辞任しヤンキース遺跡を拡作するという騒動が起きている。シリーズ MVP には最終第7戦で2点本塁打を放つなど7試合で打率。310.1本塁打6打点オプス941という成績を残したアスレチックスのレジー・ジャクソンが選出された。この年から MLB ではアメリカンリーグでのみ指名打者制度が導入された。 しかしワールドシリーズでは、今回から1975年までの3年間、DH 制は一切採用されていない。1973年のワールドシリーズは10月13日に開幕し、途中に移動日を挟んで9日間で7試合が行われた。日程、結果は以下の通り。勝ち、ケンホルツマンハイ、ジョン・マトラックエース、ダロールド・ノールズ審判、急進。 マーティスプリングステッド、類心、一類、オーギード・ナテリ、二類、ジェリー・ニューデッカー、三類、ポール・プライヤー、ソトシン、左翼、ラス・ゲーツ、右翼、ハリー・ウェンデルステッド試合時間、二時間二十六分、観客、四万六千二十一人詳細、bas.ebal.referenc.com l、マサル、タグマグロハイローリーフィンガーズ S、 ジョージ・ストーン・ホン、ニム・クレオン・ジョーンズ1号ソロ、ウェイン・ギャレット1号ソロ、審判、急審、オーギード・ナテリ、累審、1類、ジェリー・ニューデッカー、2類、ポール・プライアー、3類、ラス・ゲーツ、ソト・シン、左翼、ハリー・ウェンデルステッド、右翼、マーティー・スプリングステッド試合時間、4時間13分、観客、49,151人詳細。 b a s e b a l l シュ r e f e r e n c e ドットコムマサル、ポールリンドブラッドハイ、ハリーパーカースローリーフィンガーズボン、ニムウェインギャレットニホソロ審判、球審、チェリーヌーデッカー、ルイシン、1塁、ポールプライヤー、二塁、ラスゲーツ、三塁、ハリーヴェンデルステッド、ソトシン、左翼、マーティースプリングステッド、右翼、オーギードナテリ試合時間、 三時間十五分観客五万四千八百十七人詳細 p a s e b a l l dash r e f e r e n c e com マサルジョンマトラックハイゲンホルツマン S、レーサデッキーボンニムラスティスタウブイ号ホウ三段審判球審ポールプラヤルイシン一ルイラスゲイツ二ルイハリーウェンデルステッド三ルイマーティースプリングステッド外審左翼 オーギードナテリ、ウヨク、ジェリー・ニューデッカー、試合時間、日時間41分、観客、5万4817人、詳細、b s b、e、b l l r e f e r e n c e とコムマサル、ジェリー・クーズマンハイ、バイダ、ブルーエス、タグマグロー審判、急審、ラス・ゲイツ、累審、一類、ハリー・ウェンデルステッド二類、 マーティースプリングステッド、三イ、オーギード・ナテリ、ソトシン、左翼、ジェリー・ニューデッカー、右翼、ポール・プライアージュ・アイ時間、2時間39分観客、54,817人、詳細、basaball-referenc.com、e. マサル、キャットフィッシュ・ハンターハイ、トム・シーバー・エス、ローリー・フィンガーズ・審判、急進、ハリー・ベェンデル・ステッド、 類心、一類、マーティースプリングステッド、二類、オーギー・ドナテリ、三類、ジェリー・ニューデッカー、ソトシン、左翼、ポール・プライアー、右翼、ラスゲーツ試合時間、2時間7分観客、49,333人、詳細、b a s e b a l l r e f e r e n c e c o m マサル、ケン・ホルツマンハイ、ジョン・マトラック・エス、ダロルド・ノールズ・ホン、 オーク、パート・キャンパネリス1号2ラン、レジー・ジャクソン1号2ラン審判、急審、マーティー・スプリングステッド、累審、1類、オーギード・ドナテリ、2類、ジェリー・ニューデッカー、3類、ポール・プライアー、外審、左翼、ラス・ゲーツ、右翼、ハリー・ウェンデルステッド試合時間、2時間37分、観客、49,333人詳細、 b-a-s-e-b-a-l-l-r-e-f-e-r-e-n-c-e.com ありがとうございます。